7時56分になりました。ドラマなのに今週も生放送、こち亀の時間だ。はい、今回はですね、横浜は山下公園の目の前にあるホテルで今まさに結婚披露宴を行っている新郎新婦の二人を脅かしちゃおうと思います。さあこちら、今回りょうさんに来てほしいとリクエストしてくれました新婦のいとこのりえさん、はい、そして娘さんのノアちゃんです。オゲーオゲー。新郎新婦は知らない、知らない、式に来てる皆さんも知らない、一生の思い出になるように脅かしちゃってもいい、突入。バーバーカバーです。何が大好きなのだろう。何幸せ気取っちゃってんだよ。結婚披露宴もいいけど、こち亀が始まるぞ。よいしょ。はい。こちら葛飾区亀有公園前初出場。ズルはダメですよ。じゃ今のはなしで部長の番ね。ではでは。ナムさん、やん。都内に庭付き一戸建てを購入。おめでとうございます。夢のマイホームが。ゲーム。部長これゲーム。こ。石油王と結婚、玉の輿に乗る。1000万もらう。はい、ちょうだい。ゲームとはいえ腹が立つ。見せますよ、金持ちの力。アナ、企業買収に成功、500億の儲け。いやー、なんかすみません、一時儲けやがって。いけ、チェーン店が大成功、1000億の利益と思いきや、利益の全てを競馬に突っ込み無一文に。なんでって。さらに闇金に手を出したばかりに結果借金300億。振り出しに戻る。チキショー、これぞ人生すごろく。ちょっと、ま、なんだ、いや逃げか、なんか手振ってる。すごい笑顔だ。ああ離れてく。と思ったら立て直した。と思ったらくるくる回ってる。こっち来る。来たー。
なんかどんくさいですね。言ってやれ。しょうがねえかな。ただえ、ねえ君、僕の髪の毛乱れてない？メットかぶって飛んできた割には見事なブローだ。ならいいんだ。ところで君、亀有公園前派出所っていうのはどこだい？ここだけど。やっと会えたね、僕のヴィーナス。え？秋元カトリーヌ玲子さんですね。そうです。美しい。写真の100倍、いや3000倍。は？失礼ですが、どちら様ですか？僕が誰かって？やっぱりそこが気になりますか？ええ、それなりの登場だったもので。一体誰なんだよ！早く言え！どうしようかな。そんなに知りたいですか？早く言え！僕の名前はスーパー金持ち白鳥レイ。白鳥鉄工の御曹司であり、玲子さんの婚約者です。え？婚約者。男前で金持ち、玲子の婚約者。婚約者！僕、白鳥レイジは明日玲子さんとお見合いすることになっていましてね。本人は知らないようですが、玲子さんのお父様から直々ご指名を受けましてね。パパに聞いてみる。なんだこりゃ。これはホログラムフォンといって、最新式のテレビ電話みたいなものですね。すっげー。ゆこちゃん元気？喋った。うん、パパは元気元気。パパは今ロサンゼルスにいます。今の最新技術はこんなところまで来てんのか。みたいな。そんな格好で暑くないですか？クーラーがギンギンに冷えてます。ギンギンすごい。ギンギン。お父さん、レイコさんまだお見合いのことご存じないようですか？あれ、まだ言ってなかったっけ？そうなのよ、レイコ。明日、白鳥くんと見合いだからさ。そんな勝手に。ね。白鳥くんは、世界各国のハラムコ候補の中から、秋元家の婿にふさわしいと、コンピューターが選び出した男だっていうか、いやだ！やめろって。でもパパ、私まだ結婚は。なあ玲子、警察官になるとき3年は自由にさせるが、その後は秋元家の後継ぎとしてパパの言う通りにする。そう約束したね。でも私まだやりたいことが。明日パパも留守から駆けつけるから。じゃあ見合いの先で会おう。消えた。お分かりいただけましたか、玲子さん。白鳥玲二からの気持ちです。受け取っていただけますか？え？ごめんなさい。あの白鳥さん、パトロールがあるので失礼します。部長、行きましょう。おパトロール。おパトロール。照れているのかな。可愛い人だ。気づけよ、振られたよ。振られた？よく意味がわからないが、
確かにお見受けしたところかなりのイケメンでいらっしゃいますし。よく言われるよ。お金に不自由されてないようですが。まあ社長だからね。ですがその指輪は残念ながら玲子さんの好みじゃないですね。何言ってるんだよ。これは本物のダイヤだぞ。どんなにでっかいダイヤだって玲子やこいつにしてみれば珍しくもなんともないからな。まあそうですね。何なの君はさっきから。そこそこ育ちは良さそうだけどスーパー金持ちの僕に比べたら。言っとくけどこいつは中川財閥の社長だし。僕だってな従業員1000人を。中川お前んとこの従業員の数は100万人です。僕らもなあれだぞ別荘3つも持ってんだぞ。お前もなんかこの間買ったとか言ってたな。はい島ごと3つあと星を4つかな。レイコはないつもわしたちみたいなブルジョワジーに囲まれているからね。君みたいな半端な成金野郎には鼻もかけなウィッシュ先輩。何しれっと先輩までブルジョワになってんすか。ウィッシュ僕より金持ちがいたなんて。おいおいおい大丈夫か。大丈夫ですか。おーいフラットおっとあ先輩いつも父ああなんです。私の意見も聞かずに勝手に。私この町で一人前の警察官になりたいんです。だからそれまでは。でもまあ年頃のお嬢さんを持つと仕方がないのかもしれないよ。え実は私も玲子君にいい見合い相手がいないかって同僚に頼んで探したことがある。残念ながら私のどの強いお眼鏡にかなう男はいなかったがね。お父さんだけじゃない私もこの町の人たちもみんな玲子君には幸せになってほしいと願ってる。この機会に一度考えてみたらどうかな。彼なかなかいい男だったじゃないか。それとももう好きな人がいるのかな。え全然いないです。この番組はライオンと私が結婚したら幸せなんだ。僕が必ずご覧のスポンサーの提供でお送りします。私はりょうちゃんの真似してるだけだから。結婚したらエコさんここからいなくなるんですよね。わしはバカだ。りょうちゃんエコはわしの宝物だ。僕は玲子さんとの結婚のためだったら何だってする。何したって無駄じゃねえの。たとえ火の中水の中。火の中入ったって熱いだけだろ。玲子さんとの結婚のためだったら全財産投げ打ったっていい。投げ打ったっていい。今全財産つった。ああわかったよ。わしが霊子を落とす方法を教えてやろうじゃろうか。そんなものがあるなら教えてくれ。今の僕は藁にもすがりたい。誰が藁じゃ。白鳥くんわしこそが下町の恋のカリスマさ。一流の講師はギャラも一流だ。いくらだ。3000円。違うだろう。違うだろう。メイクのためだぞ白鳥くん。金持ってんだろう。ああ金は持ってるよ。いいだろう。300万円ポッチ払っちゃう。300万。ふっかけてみるもんだね。よし商談成立さ。
まず何からしたらいい？まずは敵を知らないとな。深澤さん、ごめん、すぐ出すからさ、見逃して。じゃあ私も手伝います。手始めに、うちの中川が捜査中だ。すまねえな。こんにちは、こんにちは、こんにちは、こんにちは。あ、また後で。こんにちは。人気です。お買い物ですか？あなた、いい加減にしろ。どうしました？あらあら、また悪さしてるの？レイコさん、甘やかしちゃダメだよ。下町っていうのはね、よそんちの子供だろうがピシッと叱るときは叱るよ。そういうのって大事ですよね。大体ね、こいつらね、野菜に似顔絵描いてんだよ。ほら、ジャガイモが8個だろ。ご隠居が人参で、俺なんか枝豆だよ。似てる。似てるでしょ。すっごい可愛い。じゃあまあいいかな。レイコさんがそう言うなら、レイコさんに免じて許してるか。じゃあそういうことで。待ちなさい。ごめんなさいとありがとうは。そうだよ。気をつけてね。バイバイ。すごい。ケイちゃん、どうしたの？いやー、感動しました。地域住民との触れ合い、そして信頼関係、お見事です。ありがとう。でも私はりょうちゃんの真似してるだけだから。私も下町の人たちが好きだから。なるほど、下町の人たち。ん？好き？両津勘吉の提案でーす。さあ、今週も提案デーの時間がやってまいりました。中川の捜査によって玲子は江戸っ子が好きだということが分かりました。僕さ、生まれも育ちも田園調布。任せろ、わしがお前を立派な江戸っ子にしてやる。確認なんだけどさ、この人の言うこと信じていいんだよ？下町のカリスマに不可能はありません。カリスマ、僕を玲子さん好みの男に仕立ててください。行ってみよう。江戸っ子といえばまずはそば。そばを生きに食えなきゃダメだ。こうやってつゆに3分の1でけつけて、一気に音を立てて、あーちょ、シミがついちゃった。ほら、シミが。何だ何だ、開けてみろ。シミ、この間部長が、でお前は OL か。確認なんだけどさ、この人が食べたいからやってるわけじゃないよね？下町のジェダイマスターについていきなさい。任せなさい、ルーク。ああ、よいしょー。おいー、大間さんのマグロを軽く炙ってワインが欲しくなりますね。それではいただきたいと思います。てめえ、味わってんじゃねえ。だそうです。いやだね、こんなことできないよ。レイコのために頑張るんだろ。レイコさん、早食いできる江戸っ子ってすてき。僕頑張ります。熱い江戸っ子は熱いお茶が好きだって決まってんだよ。お前がさっきお茶が熱いって言ったから思いついた。江戸っ子なら熱い風
なんだけどさ、この人いい加減な思いつきで言ってるわけじゃないよね。 Don't think fear。 レイコさんのためだ。ほら入れ。レイコのためなら火の中、水の中だろ。ほら。いやいや、ちょっと待って、入る前に一つだけ頼みがある。なんだ。お風呂にバラを浮かべてくれない。だっこ、ね、せめてシャンパンを入れてくれないかな。こんなんなりてんやろ。ほら、大げさなんだよ。熱い。白鳥礼二君、これでお前も一人前の江戸っ子だ。いや、確認なんだけどさ、僕は蕎麦と寿司とお茶とお風呂しか。大丈夫だ。昔からその4つを制する者が下町を制するってな。はあ。上級編に火事と喧嘩っていうのがあるが、やってみるか。いや、それはちょっと。なあ、いやいやいや、どうしたの、どうしたの。お前は新しい魅力を手に入れたんだ。そうかな。なあ、麗子好みのチャキチャキの江戸っ子よ。僕がチャキチャキ。明日は麗子をかっさらっちまいな。おお、ガッテンだ。そうだ、その息だ。わかりました。僕が必ず玲子さんを幸せにしてみせる。よく言った。じゃあ300万。そいつは明日見合いが趣味よく行ったらの場合だ。あ、あだよ。もらい損ねた、はい、あんだけ玲子さんのことを思う人と一緒になるのが玲子さんも幸せなのかな。分かってきたな。そう、玲子に言ってやれ。でも結婚したら玲子さんはここからいなくなるんですよね。玲子さん待ってたぞ。何？明日の見合い頼んだぞ。なんでリオちゃんがそんなこと言うの？そりゃお前の幸せを考えてだよなあ、中川。まあ、そのことなんだけど、白鳥さんにちゃんと断ろうと思って。どういうこと？だからお見合い断ろうと思って。それはどうだろう。玲子さん、お父さんもいらっしゃることだし。中川、ほらさっきお前もいいこと言ってたじゃねえか。玲子さんが決めたことなら仕方ないです。逃亡の危険がある。は？ちょっとここに止まる。ちょっとやめて。ようちゃん、ようちゃん、ふざけないで。やめて。大人ですよ。どうだい。母ちゃん。
おい、もしかして今犬が持ってったんじゃ。無理無理無理、待ちなさい、どかないで、無理無理無理、あるだろう、スペアキーぐらい、鍵鍵あります、でも担当者じゃないから。何でもいいんで早くお願いします。いやいや、だから担当者じゃないんです。それは分かったから開けろっつうの。分かりました、それではですね、こちらとそれからこちらとこれに、あのすいませんけどお名前の方を書いていただけますか。そんな開けてからでもいいでしょう。いや、そういうわけにはいかないんです。名前書いていただいたらですね、総務課の方でハンコをいただいてきていただきたいんです。総務課というのはここの階段を上がりまして、上がったら右行って左行った前のカウンター、いや違うかな、あれ、あ、上がったら左行って左行って右側の方だったかな。はい、いいから開けろっつってんの。いや、そういうわけにいかないんです。ですから順番がありますから、ここに名前を書いていただく。担当者呼んだ、担当者、あの明日の朝になりますよ、申請が降りるのは明日。はい、いやあなた警察官として何ということをするんですか。警察官、これ税金ですよ、みんな、なんこれアイロンかけて誰かね。このままで一晩過ごせってことかよ。最悪よ、嬢ちゃんのせいで。え、ちょっとどこ行くの。え、便所行きたい。え、トイレって私も。しょうがないだろ、男の人のトイレなんか行けるわけないでしょ。何言ってんだよ、ちびるぞ。いやー、やっそー、あれー、あいやいだー、あらー、りょうちゃん、りょうちゃん、ついに捕まったの。バカか、ありえねえだろ。ってことは、れいこちゃん違います。人は見かけによらないって言うからね。だから違います。そんなことなんてわからないじゃないよ。いつもエアーやってるから。私たち仲いいんです。まだ恋人に間違われたと思わしよ。母さんと姉子さんが、私の家だ。ちょっと、私だって自分家に帰りたいの。うちは今日すき焼きなんだよ。私だってやりたいことあるの。すき焼きが食えるのは1年で今日だけなんだよ。おふくろと親父の結婚記念日だ。結婚記念日。そう、帰ったぞ。なんだなんだ、大変だよ。どうしたんだよお前。失礼します。それそれ、レイク。はじめまして、秋元カトリーヌ玲子と申します。結婚記念日おめでとうございます。めそうもござりませんでした。やだよ、かわりちゃん。やったー、我が家に嫁が来たー。レイコさんみたいに素敵なお嬢さんがうちに来てくれるなんて。ごめんね、汚くて。もう来ると分かってたらこんなうちぶっ潰して改装したのにね。よし、いただきます。お
二人は結婚されて何年目なんですか？いいなよ、私たちのことなんて。それより、あんたたちの結婚式はいつなの？結婚式？やっぱりさ、玲子さんは教会がいいんだろうね。いやー、そうなったらわし服買いに行かなきゃいけねえな、おい。なんだか、想像しただけで泣けてきちゃう。泣けよ、おい。玲子さんだったらわしのことパパって言ったりして、わしがパパだって、人生何が起こるか分かんねえ。お父ちゃん、ほっとけ。それより肉屋に行く。あー、さっきの服、もうね、もう。よかった、私が取ってあげる。あー、もうちょっと、あー、手繋いでるよ。しかも、なな、言った通りやろ。もしかしてこれは結婚の挨拶か？そうなんだよ、やりやがったんだ、わしの息子は。レイコちゃん、りょうさんのこと頼んだぜ。だから私たちは、カメアリのマドンナ独り占めしやがってよ。ほら、何一人の肉勝手に食ってんだ。あ、なんだこりゃ。パーカパーン、パーン、パーカパーン。これなんだ、ウェディングケーキか。これはよ、銀ちゃんとヨネちゃんのためにだよ。はい、結婚記念日おめでとう。ありがとう、嬉しいよ。ほら、もうざっさと消せ。せーの、よっ。まあ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 、まあ、これは一つよ、縁起物だから、うん、銀ちゃん、ヨネちゃん、ブチュッと言っとくか。おそんな縁起でもねえこと言うなよな、母ちゃん。うわぁ、夏顔してんだおめぇ。親のキスなんか見たかねえ。何言ってんだよ、次はりょうさんとれいこちゃんだぞ。バカ野郎、縁起でもねえこと言うんじゃねえ。おお、珍しいね、親子で照れてやんの。照れてねえつんの。ねえりょうちゃん、りょうちゃんのお父さんもお母さんも近所の人たちもみんなあったかいね。うるせえだけだろ。ううん、なんか憧れる、ああいうの。憧れじゃなくて現実にできるぞ。江戸っ子と結婚すりゃいいんだ。江戸っ子と結婚か。ああ、あの白鳥、わしが真の江戸っ子に鍛えてやったからな。思い切ってあいつの胸に飛び込んでみろ。そうすりゃわしには300。そりゃわしも幸せだ。そっか、りょうちゃんは私が結婚したら幸せなんだ。そりゃそうだよ、中川も部長も玲子の親父さんなんて飛び上がって喜ぶぞ。そうだよね。ねえりょうちゃん、明日私今朝から私が担当に変わりました。ラッキー。じゃあ早く開けろよ。ほら、それではサインしていただいてですね、このボールペンはそっとキュッと持っていただいて、そっとキュッと、はいはい、鍵です。これはどっちかな。自分でやれ。自由だ。Oh!
おい、りょうちゃん。あ、私お見合い行ってくるね。本当か。うん、そうか、行くか。じゃあ行ってくるね。ああ頑張れよ。この派出所も寂しくなりますね。あの白鳥という男、人生すごろくなら見事に逆玉の腰に乗るっていう駒に止まったようなもんだな。玲子さんの個人資産が8000億って言ってましたからね。実は僕思ってたんですよね、本当は玲子さん好きな人がいるんじゃないかなって。私にはいないと言ってたが。いてもそう言いますよ、玲子さんはそういう人です。その男が彼女のことを捕まえててくれれば。もしかしてとんでもない鈍感で、その人は気づいていないのかもしれませんね。どこへです？見合いだよ。わしはバカだ。私が結婚したら幸せなんだ。どうして気づかなかったんだ。なんで気づかなかったんだ。どけー、レゴー。ご注文の熱い茶お持ちしました。提案で。レゴー、レゴー、レゴさん、必ず幸せにします。僕と結婚してください。どうして急に。
君は僕にあんなに協力してくれたじゃないか。やかましい。300万なんてはしたがね。いらん。わしはもっと大きくて大切なものに気づいたんだ。やっと気づいたんだよ。他とは比べ物になんねえぐらい大事なものがこんなに近くにいてくれたってことに。陽ちゃん、玲子はわしの宝物だ。玲子さん、玲子さんはどうなんですか。本当に彼のことは。私は玲子、お前は黙ってろ。ううん、これだけは言わせて。白鳥さん、私は親が選んだ相手じゃなくて自分で決めた人を選びます。ごめんなさい。大人になったね、玲子ちゃん。そういうことだ。あばよ。ちょっと待ってくれ。そっちばっかり言いたいこと言って帰るなんてフェアじゃないな。僕にも言わせてもらえないかな。玲子さん、この男は僕よりも下品で粗雑な庶民です。僕は社員1000人を束ねる会社の社長だから、人を見る目には自信があります。彼ならきっと玲子さんを幸せにすることができます。白鳥さん、実は彼は僕に協力することで300万円の報酬を得るはずだったんです。しかし彼はそれをはした金だと言い捨て、玲子さん、あなたを選んだんです。お金よりももっと大事なものに気づいた彼は、玲子さん好みの最強の江戸っ子です。江戸っ子対決じゃ彼に負けても悔いは残りません。玲子さんを幸せにね。白鳥さん、ありがとう。あばよ。お父さん、すみませんでした。ご期待に添えなくて。玲子が私の言うことを聞かなかったのは、これが二度目です。一度目は、あの子が警察官になった時だ。あの時、初めて反抗されて気づいた我が娘の成長が嬉しかった。親心とは複雑ですな。いやー、今回も超超期待通りの反抗でした。え、期待通りって
じゃあわざわざ玲子さんに反抗させるためにお見合いを。はい、そういうことです。それはつまり最初から僕と玲子さんを結婚させるつもりはない。一ミリもない。なぜ。君は実に見事に役目を果たしてくれました。確認なんだけどさ、今の僕ってめちゃめちゃかっこ悪くない？いえ、そんなことないですよ。すっごくかっこよかったです。そうならいいんだけど。ネジでも買ってきてくんねえ？いいよ。何がいい？何でもいい。ちょっと待っててね。すぐ戻ってくる。ちょっとちょっと。いやー、先輩が玲子さんのこと思ってたなんて気づきませんでしたよ。何が？いや、さっきかっこよかったですよ。300万なんてはした金よりも大きなでしたっけ？そうそうそう。お前が教えてくれたおかげだよ。え？300万なんてはしたがね。いらん。レイコー！レイコ君、お見合いへ行ったか。この派出所も寂しくなりますね。300万じゃまだ足りない。玲子さんの個人資産が8000億って言ってましたからね。8000億、ってことは嫌いだよ。わしはバカだ。どうして気づかなかったんだ。なんで気づかなかったんだ。レゴーと書いてわしの8000億。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 なんすかそれ。私ったらお財布忘れちゃって。バカバカバカ。じゃあ8000億目当てだったんですか？うん。それ300万より8000億だろう。でもいいか、玲子には内緒だぞ。ちょっと。人生すごろく、お先に上がらせていただきます。結局はお金目当てだったんでしょ。ようちゃんなんて大嫌い。すっきりした。今日は若い二人のお祝いにケーキを。いらなかったようだな。はい、残念ながら。ケーキですか？やった、いただきます。バンサー振り出しに戻る。レオ使う必要を預かった。レオちゃん誘拐したって。なぜあんな男のために。あの人のことを大切に思う人はたくさんいる。僕もその一人だ。初めて。やめろ先輩。強盗団。この番組はライオンと
わしの女子ご覧のスポンサーの提供でお送りしました。私が中川圭一です。オーケー、体が入れ替わったというのか。 AKB48 完璧に中川になったぞ。大好評発売中の原作コミック最新刊とファーストガイドブックをセットで100名様にプレゼントいたします。ご覧の宛先までふるってご応募ください。くっそ、パッツパツだ。